格好のいい名付けは、吉川美希による日本の漫画作品。週刊少年マガジンにて2019年43号に読み切り作品として掲載後、読者アンケートの結果から、同志の2020年9号より連載を開始。同作者にとって、ヤンキーくんとメガネちゃん、山田くんと七人の魔女に続く連載作品。掲載当初から反響があり、2020年24号で、 同志最速となる初表紙を飾った。その他、コミックス第一巻が4週連続で重版を記録する。次に来る漫画大賞2020コミックス部門にノミネートされて14位となり、上位入賞した。第一巻発売を記念して PV が制作された。声優の内田真也と内田大馬が起用され、メインキャラクター4人の声を演じ分けている。また、 取り違えバージョンとして男女の配役が入れ替わった PV も制作されている。話数カウントは0ハメ。サブタイトルは作中に登場したセリフが使われている。各話の扉ページはインスタグラムを模したものになっていることが多い。名門、私立目黒川学園に通っている運のなぎは生まれて16年越しに取り違え子の事実を知らされる。 本当の両親に会いに行く途中、これから言い名付けに会いに行くという天野のエリカと偶然、出会い、彼氏のふりをしてほしいと、半ば強引に頼まれてしまう。すると実は、なと取り違えられたのはエリカであり、なは、エリカの言い名付け相手であったことを知らされる。また、なの思い人である、瀬川博となの義前である、運のみゆも恋の関係に乱入し、恋の資格関係として、 物語が進んでいく。恋の甲はテレビアニメ版の声優。2022年に放送予定。ありがとうございます。